報酬というのは直ちにもらえる場合もありましたが、遅れてやってくる遅延報酬である場合もあります。なのでポリシーを考えるときには将来もらえるであろう報酬も考えなきゃいけません。ではどのくらい将来まで考える必要があるんでしょうか。これには2つの考え方があります。1つはもう無限の将来まで考えましょうという考え方です。これはインフィニットホライゾンと呼ばれますね。でもう1つは打ち切り地点を決めておいてそこまでは考えましょうという考え方です。これはファイナイトホライゾンと呼びます。まあ人間的にはこちらの方が現実的ですよね。例えばですけれども、これは5手先まで考えて、まあ、そこまでの報酬を考慮して最適なポリシー、報酬が最大化されるような行動方針を決定しましょう。5手より先、10手先とかはもう考えないという考え方です。インフィニットホライゾンでは現在の状態からゲーム終了まで得られる全ての報酬の総和を考慮する必要があります。難しそうなんですけど、実は多くの場合強化学習ではこのインフィニットホライゾンだけを考えることが多いです。なぜかっていうと、実はファイナイトホライゾンの方が断然問題が複雑になるからなんですよね。ちょっと具体例で考えてみましょう。インフィニットホライゾンではこの問題、このグリッドワールドの最適ポリシーっていうのはこんな感じでしたね。ここで、左に向かって大回りしているのは不確実性があるので、こっちの最短経路を取っていこうとするとピットフォールに落ちてしまう可能性があるからでした。まあこうぐるぐると回るのが安全な良い経路です。例えば5手先のファイナイトホライゾン問題を考えてみましょう。あなたは5手先まで考えて報酬を最大化させようと考えています。こうすると最適なポリシー変わってくるんですよね。先ほどのインフィニットホライゾンではこう大回りするのが正解だったんですけれども、5手で打ち切りとすると、例えばあなたは今ここにいますと、ここがスタートポジションだとします。5手先にゴールにたどり着こうとすると、近道、この短いパスを通るしかないですよね。こう大回りすると5手じゃゴールにたどり着きませんもの。なので5手先を考えた場合、あなたの最適ポリシーというのはここで上に向かうということになります。危険を承知でショートカットをするということですね。このように最適なポリシーというのは打ち切りの長さによって変わってしまうんですよ。まあ、例えば逆にこれをさらに打ち切りの長さを20手とかすると、まあ、そうするとここからスタートだとしてもこう大回りするような経路になるでしょう。これは結構面倒なんですよね。前回か前々回ぐらいにマルコフ決定過程の定常性のお話をしたかと思います。マルコフ決定過程の定常性とは世界のルールが変化しないということでした。打ち切りがあると世界のルールは変化しないんだけれども、最適なポリシーは時間によって変化するっていう状況が生じます。これは結構扱いにくい。なので打ち切りを行う場合は、特にポリシーっていうのはですね、状態からアクションへの関数、マッピングだというふうに表現してましたが、これ打ち切りがあるとですね、こう打ち切りの長さ、まあここでは t としましょう。状態と、打ち切りの長さからアクションへの、行動へのマッピングとしなきゃいけないんですよね。これはちょっと複雑で、しかもまあね、これを計算しなきゃいけないんですからね、この打ち切りの長さごとに。まあもちろんそうする合理性があるときには打ち切りを含めて考えるんですけれども、ちょっとこれは解析が大変なので、インフィニットホライゾンで問題を考える場合が多いです。はい、というわけで今日のまとめです。報酬というのは遅延する場合があります。なので将来の報酬まで考える必要がありますと。将来の報酬の扱い方は2通りあります。インフィニットホライゾンとファイナイトホライゾン。ファイナイトホライゾンでは、打ち切りを行います。打ち切りを行うとその長さによって最適なポリシーというのは変わってきます。なので一般的には打ち切りを行わないインフィニットホライゾンで、問題を扱うことがまあほとんど、まあ、99% ぐらいそうですね。